ムチサウナは静岡県下田市の清流荘さんに来ております。すごい、ずっと来たかったところなんです。早速敷地内に、本当にマグマンペイさんの後ほどサウナで YouTube で見てからずっと来たくて、行きたいリストに結構序盤から載ってた清流荘さんなんですよ、私の行きたいリストに。で、本日のカメラマンさんはみんな大好きことちゃんです。お邪魔してます。昨日からことちゃんと車でね、東京から運転して、ここ来て、こちらのね、あの道中とか清流荘さん着いてから昨夜の昨晩のお楽しみタイムとかは私の個人チャンネルでめっちゃ紹介してるので、食べてるところとかが、ムチムチサウナはサウナ中心でしていきたいと思います。じゃーん、すごい、すごい、すごい大きい、歴史感じられる清流荘さんです。では中へ行きます。失礼します。じゃあ靴開きます。じゃん、清流荘さんのサウナハット、かわいい、かわいい、見て、ここにあの、鍵とかさ、銭湯で、あと、よく考えられてる、お金とかさ、入れられるポケット、かわいい、今の白がいい、気持ちよさそう、欲しいな、茶色がいい、茶色がいい、うん、やっぱサウナ、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 グッズ何？サウナグッズが置いてあります。声になっちゃう。どうだね、うん、大きい声出しちゃいけないさところじゃん、うん、もうね、他のお客さんは今いらっしゃらないので、いらっしゃらないです。マスクも外して、こちらも何ですか？冬のお花です。素敵。そうですか、はい、そうですか。こちら上がって、はい、私さ、昨日実はフライングで何個か入らせていただいたんですけど、うん、迷いなくさ、ここがサウナだって分かったよね。いや、そうなんだよね。怖いよね。サウナアンテナついてんだよな。ついてる。なんか来たことあんのかなっていうから、こっちこっち。すごい。全員そうさ、至る所にチルスペースがあって。そうだね。そう。プールすごい。昼間に初めて見た。すごい。なんかさ、水がキラキラに見えるようにタイルがなってるんだよね。これ後で近くで見ましょう。なるほど。ここもね、夜はもう後ろもクラシック流れてて、サウナの本も置いてあります。一杯飲んでサウナの本入ってるレディーたちを癒されてください。すごい。さあ、こちらです。え、早く入りたいなって。うん、ことちゃん昨日さ、サウナにはさ行ってないじゃん。うん、足湯だけしました。私はまだ待ちきれずにしちゃったからね。言っちゃうけど、ドヤ顔。ロケルサウナ入っちゃったからね。めっちゃ普通にプライベートで言われたもんね。入ってもいいよ。ことちゃん何回も迷ってたよね。一回も、一回もちゃんと行けたことない。はい、ここにもチルスペースがあります。本当だ。いろん、おはようございます。いろん、あ、お掃除中すぎて、はい、撮影させていただいてます。はい、はい、すいません。ここチルスペースがお掃除中だから、それ外してください。いやいや、もう大丈夫です。ちょっとこうやって。こちらこそ。あ、こっちにもね。こっちは机もあります。あ、素敵。なんかいろいろ置いて、ね、もうなんか幸せすぎて、今のよりさ、でもさ、ことちゃんの方がさ、昨日の夜さ、幸せ噛み締めてたよね。そうなの？え、本当？そんなことない？めっちゃ幸せ噛み締めてたけど、マナも幸せ噛み締めてたよ。本当？どういうこと？さてさて。ピローン。うわー、すごい。これはすごい。似合ってる、今日の服に。似合ってる？似合ってる。あのね、昨日支配人がね、ツイート、支配人のツイートかは分かんないけど、なんか30年前の椅子がどこかに入荷したってね、ツイート書いてたの。え、見当たらないわ。見た見た、ストーリーだ。見た？ね、見当たらなくない？あれ探そう。
プールはチェックインが2時なんですけれども、それ以降から夜の12時とかだったっけかなまで入れた気がする。すごい。サウナは8時までなんですよ。もしかしたら10時かもしれない。嘘ついてたらすいません。海のプールにお願いします。プールの中にベッドが入っちゃってるわ。幸せすぎてる続きが。あ、それこちらが今からこちらにもサウナが2つとフットバス、バスアロマ、アロマバスと寝てチルする椅子、寝てあったかい椅子があるんですけど、そちらも全部まだやったので今から紹介したいと思います。ででん。はい、こちらがカミラリウムです。45度ほどで気管支や皮膚に効果があるミストサウナだそうです。こちらミストサウナなのでもう絶対に困ってしまうので、じゃあ皆さん気合を入れて入りましょう。行きます。なんかすぐ待って、まだどこ？いるけど映ってるかしら。まだどうかしら。なんかね、砂嵐よ。待って、エッチすぎるわ。え？エッチすぎたから立ち上がっちゃった。このポーズだけない絶対入れちゃう。これ、え、かわいい。これずっと入れちゃわない？かわいいよ、もう一回やって。絶対入れちゃわないってこれずっと入れちゃわないやった今日立ち上がる。カモミールのいい香りするね。しかもなんかタイルがかわいい。映えてる。うん、やめて、エッチなことするよ。かわいいくらよいしょ。よし、出よう。気持ちいい。どうでしたか？すごかったでしょ。ことちゃんもアロマバスさ、ずっとやってたよね。やってた。結構な長い時間やってた。気持ちよかったね。うん、そのね、4つの紹介昨晩のうちに撮らせていただいたのもね、もうあったまって寝ましたよ。さすしず、さすしず、さすまな、さすまな。そして皆さん待ちかねのケロサウナ、こちらです。風が強いな。初めて行く、こっち。はい、お花も滝もいっぱいあって幸せ。すごい。おみかんもあるわ。おみかんです。おみかんもあって。じゃあこっちです。迷路みたいですよ。本当だね、広い。この中外気浴するの本当に気持ちいいよ。そうかも。サウナちょっとこの後ろ撮りたいな。あ、こちらがケロサウナです。私ケロサウナ初めてなんです。ケロサウナすごい。早く入りたい。はい、ではもう入りたいので着替えて入らせていただきます。支配人どこにいるんだろう。サウナの温度と聞いてなくて、後で探しますね。着替えちゃうね。いきます。せーの。はい、着替えました。本日の水着のポイントはお花です。かわいいですか？かわいいですあ、じゃあサウナハットもかぶって。あ、嘘ついた。サウナハットはこっちゃんかぶるよ。のぼせないように。どうぞ。マコのこと。え、置いてきた。あ、あるわ。コトちゃんが荷物持ってきてくれたから。いける？うん、かわいい。ほんと？じゃあ行こう。ケロサウナ。はい。はい、緊張する。ディレン。はい、はい。見て、ここ変わるの。え、かわいい。かわいい。
これね、ちゃんちゃんもいるの。ペット。あ、いる。そうなのね。じゃあ、ここで脱いで、私はここにしよう。はい。ケロサウナ。初ケロサウナ。え、コトちゃんも初でしょ。もちろん。すごくない？すごい。本格的。コトちゃんでもわかるでしょ。うん、なんかガッチだなって感じ。このね、木はね、フィンランドから持ってきてて、でフィンランドの職人さんを連れてきて作ったんですって。このケロの木は200年以上ね育ってた木のことを言うらしくて、だからすごい貴重なんだって。200年ってだってそうだよね、うん、何世代 3,4 世代だよね、うん、すごい木を感じているわ。だって感じないと珍しいから木を感じとかないと珍しい木を感じとか。フィンランドの本場の気持ち、なんか木のぬくもりをね感じますよ。こっち、こちらの清流荘さんのケロサウナは60度ぐらいって書いてあったんですけど、支配人がいないから自分で調べたものだと60度ぐらいって書いてあったんですけど、60度感じするけどな、体感的に。入りやすい温度です。でも確かに激熱って感じではないです。じわじわと汗をかいてきてます。ここだ、ほら、本当だね、かいてきてます。溶けたもつやつやな。なかなか来れないから堪能しないと、とか言ってさ、半年に1回とか来てたりしてね。来たくなるね。年パス欲しいよ。年パス欲しい。清流荘さんの年パスお願いします。2枚。あと清流荘さんはなんか自由気ままに過ごせます。そうだね。あの広いしね。いい意味で、あの見張りとかがいないんですよ。いい意味でね。なんて言ったらいいんだろう。結構季節によってはずっとスタッフさんが見てたりとかするとやっぱリラックスできない。のもあるじゃない。清流荘さんはなんか好きにのんびり過ごしてくださいねみたいな感じがありました。私的に昨日さ、フットバスの時とかも、ああそうだね、そうそうそう、プールとかもね、はあ、大人の遊びって感じ。結構ね、背中とかどんとこタイム、どんとこタイムって何、どんとこどんとこ流れてないこと。あ、そうなの、流れてないっけ、ボシムサウナで、うん、見てないかも。なんだろう、どんどこ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 って、オロチンじゃないの。違う、オロチンユさんのじゃない、大丈夫。違う、カットされるな。されないわ、されない、意外とカットされないの。あ、そうね、そう、こういうやつ。下りはこのケロ材は断熱性と風合いがねすっごいいいらしいですよ。話が戻ったわ、だってなんかまだ全然いいところ伝えられてない気がする。なんか入った瞬間いい香りしたもんね、木のね、うん、それ伝えられなかったね、確かに。重要なんだろう、なんか温かい感じするよね。そう、あのサウナの温かさじゃなくて木の温かさ、本当森の中ね、なかなかさ、この自然に囲まれてこの感じはね、うん、ないからね。私すごい気持ちいいな今。ロウリュ今やってもいいですか、一発。おえおえ。ラウンド1。ラウンド1。よく知ってるわ。さっき自分でもアロマをブレンドしてきました。こちらのアロマ。アロマブレンドできるんだよみんな。選べるから自分の好きな香りをお客様と譲り合って。私は白樺とカモミール。そう、すごいよくわかったね。白樺とカモミール。いい香り、いいすぎ、素敵、気持ちいい、これぞ幸せ、これはいい、幸せでしょ。え、上の段熱っ、せやね、上に行くと行くと行けば行くほど熱いんです。どういうこと、熱い、はい、よし、ちょっとラウンド1水風呂行こうかな。お、ラウンド2はプールに行きます。お、ではいざ。
強いわ。土をそれ開けてみて。うぅー映さなきゃびっくりして映すの忘れた。これ夏だったらもうめっちゃ暑いから外が氷入れて水風呂を冷まして皆さん入るんですけれど、今日は寒いからこのままチーン。あ、でも気持ちいいな、やっぱりいい感じ。わかります。よいしょ。このじゃーん、この太陽をいっぱい浴びている。いや、でもコールマン、あ、でもこれチェアで気持ちいい、もう気持ちいいわ。水風呂一緒にさ入りながら泣いてる琴ちゃんの顔思い出しちゃった。大号泣面白かった。めっちゃ泣いてたもんな。ポロポロ涙が出て女の子いじめちゃった。偉かったって言われた。でも偉かった、しっかり入って潔すぎた。え、でもどう今さ、なんかさほわっとする感じない？ないねダメだ、じゃあまだ温まりきってないや琴ちゃん。まだもう眠いもん。ちょっとプールで遊びすぎちゃってね、私たち。そうね、時間がね。よし、最高。これね、昨日夜ここで整ったんですけど、見上げたら星空だったの、満点の。うわー、ロマンチック。うん、とっても素敵でした。どうして恋人と来ていない？恋人だ。せーの。あー、ニット着てるのバレちゃった。では、飲みました。 Go。 どうでしたか、琴ちゃん。あったかかった。大泣きしてましたけど水風呂がしんどかったんですやめて、あなさん飲みな。もう、水風呂に入れないのか。整えなかったけど、サウナはすっごい気持ちよかった。もう一回入りたい。もう一回入りたい。もう一回入りたい。おう、そうなの、全然入りたい。お、水風呂はもう大丈夫。なんでやねん、はい、でもね、外だったからね。またね、今冬で外だから結構レベル高いもんね。そうだよね。中で、ね、今度行こう、水風呂。はい、今日はオロポじゃないの、麦茶なの。こりゃうまい。麦茶いいね。やっぱり麦茶だね。本当に楽しかった。琴ちゃんとこれ多分もあるけど、清流荘さんも、言うことなしでした。そうだね、はしゃげたね。ご飯から、布団から。ご飯から布団、馬鹿しから、衣食住、貸し切り風呂から、プール、足湯、ミストサウナ、リブサウナ、プール。タオルもさ、いっぱい使っていいのありがたいよね。そう、あーね、いいいいコメントだ。タオル使っいっぱい使ってくださいってね、言ってくださったもんね。そう、確かに確かに。私たちいつもひもじくさ2枚持っていってさ。いや、そうだよね、普通ね。ちょっとずつ使う、乾かしてね。 ね、ありがたかった。あれは、ありがとうございます。下田、ぜひ観光のスポットもたくさんあるので、サウナをしに来て、観光して静岡をぜひしてください本当にご飯も美味しかったし、最高の旅館でした。また絶対に来たいと思います。名残惜しいな。名残惜しいね。帰りたくないな。もう帰りたくないね。帰りたくないよね。もう一回入りたいけどさ。入りたい、ね、なんならもう一回足湯してもいいしね。はぁ、帰りたくない気持ちにさせてくれる旅館だ帰るよ、もらっちゃん。